Gaggio Guido Bonaduris dans le film était un non-violent, était un tolérant, avait beaucoup de tolérance.で、ガジョディーロのことをおっしゃってくださってありがとうございます。ロマン・ジュリスが出ていましたが、ガジョディーロの中のロマン・ジュリスは、すごくこう懐が深い、いろんな人を、寛容に受け入れる、非暴力の人でした。あ、すいません、ラッキー役の男の人がそのガジョディーロのロマン・ジュリスさんにすごく似たように見えたんですよ。これは気のせいでしょうか、監督が意識してそういう男優さんを起用させたんでしょうか。Non, je suis toujours en train de chercher Romain Duris, comme il a 40 ans aujourd'hui. Donc j'ai essayé de rajeunir, de trouver quelqu'un qui vit comme lui et qui est un peu fou comme ça. はい、実は私は常にドラマン・ジュリスを探していて、だからこそこの人をラッキーに選びました。でもロマン・ジュリスはもう40歳になってしまったので、ちょっとこう若返らせようと思ってこの方を選んだんですけれども、ロマン・ジュリスのようなちょっとこう常軌を逸した感じの あの人を探しました。ありがとうございました。では次、監督の監督、私もいろいろ発見していて、いつも音楽が素晴らしいなと思っていて、今回もダンスと音楽が感情の激しさを表していると思うんです。今回、こちらのフランス映画祭のチラシにガトリフの版ロミオとジュリエットとかウェストサイドストーリーって書いてあったので、そういうのを予想してきたら、確かに若い2人の、恋人同士の駆け落ち的な話が描かれているんですが、やはりこのタイトルロールのジェロニモがの視点で描かれていて、ちょっとびっくりしたんですね。ロミオとジュリエットみたいに若い2人にフォーカスしているのかと思ったら、本当にタイトル通りジェロニモの視点なので、どうしてジェロニモを中心に描いたのかっていう彼女の立ち位置についてお聞きしたいのと、あとジェロニモのバックグラウンドが私があまりよく分からなくて、ジェロニモもスペイン系なのか、なんかカタルーニャ人とかなんとか言われてたかもしれないんですけど、ちょっとよく分からないので、ジェロニモについての背景を教えていただけると嬉しいです。Dans une histoire comme ça, qui est une légende, forcément, tout de suite, dès qu'on touche à l'amour interdit, on tombe dans Juliette, on tombe dans Garcia Lorca, on tombe dans le film West Side Story.伝説的な恋愛、許されない恋愛を描く時には、まあ、どうしてもロミオとジュリエットとか、それからカルシア・ロルカとかウェストサイド・ストーリーのようなものを避けて通れないんですね。Ça c'est pour parler des jeunes. Mais par contre, la différence avec nous, avec la pièce...まあ、それが若い人たちを語るための一つの材料になっているわけなんですけれども、ウェストサイドストーリーとかロメオとジュリエットシェイクスピアと違うところは、この作品は女性、ジェロニモという女性が主人公になっているところです。女性、このジェロニモという女性は教育者であって、そして、まあ、暴力を使わないで、2つのグループをですね、民族グループを、なんとかこう、憎しみをなくしてまとめて、そして人と人が結びつくようにしようとしている。で、それはまあ自分のやり方でやるわけですね。若い人たちをよく自分で知って、そしてこの地域になんとかこういう人の結びつきができるように努めているわけです。Donc tout le film tourne autour de cette femme. Cette femme courageuse, cette femme non violenteCette femme qui ose affronter la bagarre, affronter la violence. Et この女性がこの映画の中心になっていて、非常に勇気を持っていて、かつ暴力を嫌って、そして、対立する、抗争する人たちや暴力に対しても、毅然として面と向かって、向かっていく。そういう、まあ、大胆なものを持っている人ですね。それは私にとっては、世界の模範になるような人だと思っています。で、特に今の世界の状況の中で、こういう人こそは模範なんだと私は思うんですね。で、それがまた女性であること、
によってよりそれは美しいものになっていくと思います。男の人は、まあ、よく勇気がもともとあると言われていますが、それがさらに、まあ、女性がこういう役割を果たすことによって、さらには美しい模範になっていると思います。Tous les héros dans toute la mythologie, dans le cinéma, partout, meurent. S'ils sont héros, parce qu'eux meurent. C'est comme ça, c'est écrit dans l'histoire du cinéma. Enfin, en tout cas, pour qu'ils deviennent touchants, pour qu'ils deviennent émotionnellement très forts. C'est injuste de tuer un héros.歴史を見ていきますと、映画にしてもこうヒーローという人たちは最後はみんなの感動を得るために死ぬわけですね。しかしこのヒーローが死ぬというのは決してこう光栄なことじゃないなと私は思いました。でもヒーローというものはこう死んで物語が完結するものなので、最初シナリオを書いている時にはこのジェロニモという人を最後は、まあ、亡くなるというシチュエーションで書いていたんですけれども、そのこの作品の少し前にですね、コロコロという自由という題名の映画を作りました。その時に主人公は最後亡くなるんですね。とてもいい人で美しい心を持った人なんですけれども最後亡くなるんです。でそれを上映しましたところ、観客の人がなぜ主人公を殺してしまったのって何回も言われたんですね。それでもう主人公を殺すのはやめようと思います。私からも一つ、ジェロニモという名前を選んだ理由と、あとこの映画がセリーヌ・サレットの演技が本当に素晴らしいと思うんですけれど、彼女を選んだ理由をお願いします。Alors au départ, donc c'est encore une fois, j'ai écrit pour un homme le film. Il s'appelait Geronimo et j'ai, pour la raison précise que je vous donne. このシナリオをもともとは男性のために書いたんですね。それでジェロニモという名前をつけたんですけれども、まあ、それは後で説明をするつもりなんですが、それでシナリオもかけて、そしてお金も集まって、しかし、男性の主人公で何かやりたくないっていう気持ちが、芽生えてしまって、で撮影をやっぱりするためには監督はこれは撮りたいっていう、これを撮っていきたいんだっていう気持ちを自分が持たないと、撮影に入れないものですけれども、それがなくなってしまったんですね。でたまたま他の役のために、この主人公であるセリーヌ・サレットさんに会ったら、その彼女の顔とか心とか魂とかですね、あまり素晴らしいので、ああこの人を主役でやりたいなと本当に思って、そしたら映画を作りたくなったんです。それで、彼女の顔とか目とか、そしてそこから映ってくる魂とかですね、が本当にこう映画を作らせる原動力になって、またカメラで、それを収めたいという原動力になりました。ジェロニモ c'est un nom qui porte une légende, une légende incroyable, une légende d'un peuple, un peuple massacré, un homme massacré, trois fois massacré, parce que trois fois ils ont assassiné sa famille. De Geronimo に関して、名前に関してなんですけれども、実は伝説がありまして、伝説のある名前なんですけれども、まあ、信じられないことに、まあ、3回、本当に、虐殺されたような人なんですね。まあ、男性だったんですけども、家族の人も含めて、3回、虐殺を受けてしまって、それも非常に不公平な形で、また身に覚えのない、形でその、殺されてしまったという非常に、不正義な物語がありまして、それをそういう伝説を担ったような名前を使いたいと思いました。
でもちろん主人公にジュリエットとかソフィーとかミシェルとかっていう名前を付けることもできたんですけれども、あの後ろにその名前を支えるようなこの伝説がないということで、あえてゼロニモという名前にしました。 Donc en France il y a, je ne sais pas répondu, en France il y a une région à côté de l'Espagne qui s'appelle Catalogne. Et donc ils sont, pas espagnol parce qu'ils sont catalans et catalan c'est proche de l'espagnol. で、あの、そして、フランスには西部にカタルニアという地域が、あの、あ、ごめんなさい、フランスの、スペイン側のですね、あの、西側にカタルニアという場所がありまして、これはあのスペインでは、まあ国としてはスペインの中に入ってますけれども、実際にはスペインではないカタルニア地方という、まあ、あの一種独立しているような地域なんですけれども、スペインにとても近い文化がありまして、で、そこのこのジェロニモという主人公はそこの出身です。そして、まあ、ペルピニアというフランスの町にも近いところなんですけれども、ジプシーキングが住んでいるところに近いところです。それはあのフランスの方ですね。やっているのはフランスです。すみません、あの今回の映画のテーマだったと思うんですけど、憎しみの連鎖をあの解く鍵は何だと思われますか？ Mais je pense que c'est vous et moi. On commence comme ça. C'est moi, vous, et puis après des milliers, j'espère. Et donc c'est parce que sinon, c'est personne ne peut l'arrêter.Parce que nous sommes dans un monde, vraiment, je ne sais pas, c'est pas... で、それは私であり、あなたであると思います。私とあなたが止めないと、誰も止め始めないんですね。そういう人たちが、そう思ってくれる人たちが何千人もいれば、憎しみの連鎖は止まると思います。誰も始めようとはしないんです。止め始めようとはしないんですね。だから誰かが始めないといけない。そして今の世の中は、まさにその暴力が連鎖的にどんどん拡大しています。そしてどんどんそれがさらに大きな力になってきていて、インターネットはかえってそれを助長してしまっています。Donc nous sommes arrivés avec Internet à banaliser la violence et la haine, et surtout envers les femmes. Les premières victimes, les premières victimes sont les femmes.インターネットはかえって暴力を非常に普通なものにしてしまったんですね。そしてその犠牲になっている、まあ、第一はやはり女性です。ありがとうございます。まだまだお話を聞きたいところなんですけれども、もう時間が迫ってまってしまいました。今年の3月に公開されたイカレー、イキドーレ、ステファン・ネセルの遺言という作品で、デルフィーヌさんもそこで音楽も担当されていらっしゃいますけれども、そこでも個人と個人 の連帯、怒り、個人と個人の連帯というものを描いていらっしゃると思いますけれども、今のメッセージにも同じようなことを言えると思うんですけれども、C'était Occupy Tokyo. Ici, c'était Occupy Tokyo. Occupy Tokyo, Occupy New York. Occupy New York, Wall Street. Occupy Wall Street. Occupy Paris. Occupy Paris. またいろいろとつながってる。憎しみが消えることを期待しながらこの場を終わりたいと思います。皆様どうもありがとうございました。Tokyo Borderless TV.